皆さんこんばんは、俺のです。今日からですね、ちょっと我が会社でも朝礼をやってみようと思います。今からリハーサルやります。はい、おはようございます。おはようございます。じゃあ今日の作業内容をお願いします。じゃあ今日は、はい、まあ、気温が32度、はい、最高気温32度になるということなんで、はい、熱中症には十分気をつけて作業を行うようにしてください。はい。で、ネギの、雑草を本日ちょっと出てきてるんで草かきします。はい。それから離れた圃場のロータリーをかけていただくと、はい、それから無人販売所の、セッティングもそろそろ始めていきたいと思います。はい。本日もよろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。こんな感じで朝に気合を入れて作業をやってみようと思います。なんでだろうね。あ、来た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 、うん、オッケー。で、逆側もあるんで、オッケー。これさ、ちょっとさ、すべてこすって黒くなるんだけど。一人上がって。お、あ、入った。一人。いいじゃん。何個入りそうじゃない？おお、すごいじゃん。めっちゃぴったりだ。最高値や、最高級だ。あれじゃない、マスターウォールみたいな。かっこいい。なんかこういう軽トラっぽい。本当だ。今からこの無人販売所を回収します。とりあえず真っさらにはなりましたね。ちょっと吐きたいね、やっぱね。持ってくるか。はい、完成。サイズがぴったりすぎて奥のやつは入れるの大変でしたけどね。こんな感じで直売所が進化しました。
こんぐらいね。この中立派だな。よし、OK。タイヤが取れちゃいましたね。でここの止めてあるピンがなんかもうゲロ曲がってるんで、これを何とかしないといけない。取れた。え？取れたつか折れた。え？え？嘘。ほら。これね、うん、はい、1、2、3、4、5、6、5、4、5、6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 、
今帰ってきたんで最後の追い込みをします。ちょっと筋肉痛が残ってきましたね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、30、35、36。やっぱ懸垂やったのが、懸垂やったのが結構効いてますね。懸垂やったのが残ってます。腹が一番しんどそう。いきます。というわけで、
腹筋100日チャレンジ3日目終わりです。今日はなんか今までで一番追い込めた感じがしてます。また明日頑張ろうと思います。絶対に腹筋を割るぞ。